仙台トーンノーンショーベイ、おはようございます。仙台トンナンシャーペイの時間です。仙台で生まれ仙台で育まれた学び、商い、匠、伝統、文化を東、南、西、北にこの番組は訪ねて歩きます。今日は東北工業大学学長であります今野博先生にお話をお聞きしたいと思います。今野先生、一つよろしくお願いいたします。はい。今はですね、ここの東北工業大学の八木山キャンパスの、学長室に今お邪魔しております。先生は恰幅のいい方で、先ほどお話を聞きましたところ、大学時代には弓をやられている。で、学長室にはその名残でありますか、弓の矢のケースがあります。先生の後ろには前学長でございますよね、有理事長の文化勲章の表彰状というんですか、はい、それが置かれております。ここの学園というのは先生、落ち着いて勉学に励めるこう環境ではないかというふうに私は思うんですが、まあ、キャンパスといいますと八木山キャンパス、それから他にキャンパスというのはございますでしょうか。もう一つ長町キャンパスという2つのキャンパスがございます。あ、そうなんですか。はい、それからもう一つ、はい、一番町にサテライトキャンパスが小さいですけどございます。どこですか。東一番町の南町通りの角のところにある東工業大学で看板を出しましてですね、教職員のいろんな研究成果の展示だとか学生の活動の状況だとか、それから一般市民の方へ その講座とかですね、そこをキャンパスとして、まあ、講座を開いたりしていると、そういうキャンパスがサテライトキャンパスって言ってますけど、小さいですが1階と今2階。2階、はい、ああそうですか。そうしますと今こちらは八木山のキャンパス、長町のキャンパスもあると、はい、これはこのキャンパスが分かれてるっていうのはどういうふうなことなんでしょうか。そうですね、1964年昭和39年に、はい、東京オリンピック、前の東京オリンピックの年ですけども、はい、うちの大学が開設されまして、はい、その時はこの八木山キャンパスだけでした。あ、はい、工学部の八木山キャンパスだけですけども、はい、あの時に電子工学科、はい、通信工学科の2学科でスタートしたんですが、はい、その2年後に建築学科ができましたし、はい、さらに1年後に土木工学科と工業衣装学科という5学科体制、はいになりました。はい、その後音楽としては大学院を作るということになりまして、敷地をもう少し広い方がいいというようなことで、はい、今の長町キャンパス、あの当時二つ沢って言ってましたが、はい、あそこにキャンパスの敷地をその取得して、はい、そのキャンパスとして出来上がったのが工学部に加えてですね、はい、デザイン学部を新しく作ろうと、ライフデザイン学部を作ろうということで、はいはい、今はその長町八木山キャンパスと、古くからある長町八木山キャンパスと新しい長町キャンパスのその2つの体制でやってまして、ですから工学部が八木山キャンパス、はい、ライフデザイン学部が長町キャンパスというふうな体制で教育研究を行っているということになると思います。あ、そういうことでございますか。はいはい、そうしますと、ここの大学が、たっったのがもう、今年52年になります。去年52年2014年、つまり1964年に発足ですから、はい、50年後というと2014年、はい、去年一昨年で50年です。あ、はい、52年目ということになると思います。なるほど、はい、そうしますと先ほど申されましたお聞きしましたように、学部はいわゆる新しく長町キャンパスの方へライフデザイン学部が新しく創設されたというふうに、はい、そう、はい、ライフデザイン学部というのはどういうふうな、そうですね、はい、
工学部というのはもともといろんな、まあ、科学とか技術とかそういうものを社会とか人々に役立てるような学問、はい、そういう分野が工学になりますね、はい、それよりさらに遡りますとその人に役立たないようなものはないと思うんですが工学部というものはもともとその人間にそれから社会に役立つものであるんだけれどもさらにうちの大学としてはその地域に役立つその技術なり方法なり工夫なりそういうことを研究するまあ教員、はい、そしてそれを勉強する学生ということでやってきてますけども、はいはい、それをさらにもう少しそのいろんなものを作り上げるという仕事うちにはその工業衣装学科をスタートとしてそのデザイン工学科がございますが、はい、そういうものをいろんなものをデザインし私どもの生活が豊かになるようにあるいは楽しくって言ったらいいんでしょうか人生を豊かにするためのいろんなライフデザインというのは人生を設計するという意味ですのでそういうところに役立てるような分野を、はいに広げていくそれがあの工業大学としての大きな役割だろうということで、ライフデザイン学部というこれはあまり例がない名前だと思いますないですよねない名前だと思いますで、まあ、人生設計学部というのはおかしいですけども、はい、日本語で言うとそういう感じになるかもしれませんが少なくとも社会のため人々のためになるようなことをやっている、はいまあ、あの大学だとそしてそういう学生を送り出すための、うん、教育並びに研究をしているとこういうふうにご理解いただければいいんじゃないかと思います ありがとうございます、はいそれで先生のご専門はと言いますと、私の専門は、はいまあ、あの学科で言いますと工学部の都市マネジメント学科というふうに今申しますが、はい、もともとはこの都市マネジメント学科っていうのは前の名前は建設システム工学科と言いました、はい、それと一番初めは土木工学科と申しました、はい、英語で言うとシビルエンジニアリングでマネジメントというふうになってますけど、はい、シビルエンジニアリングっていうのはそれを英語の辞書を調べると市民工学っていう意味なんですけども、はい、要するに市民のための、うん、学問分野、はい、でそれでないものは何かというとミリタリーエンジニアリングで軍事工学、ね、軍事学とかになるミリタリーになるんですけど、はいはい、だそういうようなことでもともとその私は中学校から大学に入る行くときに何かそういう世の中人のためになるようなものが、はい、まあ物が作るのを好きだとかですね、はい、そういうようなことが基本的なところだったと思うんですけども、はい、それがそして私はあんまり目立つ方ではありませんでしたかそういうのもあまり好きじゃありませんでしたねいや目立たないです目立たないんですがそういうようなことで、はい、その考え方も好きでしたねだから、はい、まあ世の中に役に立つようなことで、まあ、中学校ですからあんまりそんな大それたことを考えたわけじゃないんですけども子供の頃からあの皆さんもそうだったと思いますが遊び道具は自分で作るとかですね、はい、私はもうあの近くの山でしたからそり遊びもしましたしそりも自分で作ったりですねちょっとこれ話がそれそうだなそりを自分で作ったりしてですね、はい、桜の木はよく滑るんですよね桜の木って怒られたこともありました。あら桜の木は本当滑るんです。でそういうような、まあ、それからあとはそのチャンバラごっことかですね、先ほど部活の話もしましたが弓矢ではチャンバラごっこやらないんですけどそういうのなども全部自分で作ったり先生いうようなことで、はい、あ土木の話に戻しますそれで作ったりするっていうのが非常に好きなんですがそれはやっぱり楽しむためにやったわけですけど、はい、そういうのは役に立てばいいし、うんそれはあんまりその俺が作った私が設計した、うん、私がそのデザインしましたっていうふうなものでなくてもみんなでこう作ってもらえばいいし、うんまあ、田んぼもありましたし道路もあったんですけども、うん、うちの前の道路などっていうのは、まあ、あの馬車がこう歩いてたので舗装も何もできてないところでしたがああいうところがやっぱりその後見るときちっとなってましたしそういうのはやっぱり土木の仕事なんだなとでも誰かうん、あるいはそのいろんなものですねその後は今で言う今で皆さんがよく認識しているいろんなダムにしても、
空港にしてもみんなが使うものを誰が作ったんですかっていう時に設計者の名前も知らない、うん、だけど世の中ではちゃんとそれが役に立っている、うんうんうん、台風が来ればちゃんとその修復してくれるようなこともあったし、壊れたものをちゃんと直す、うん、そういうような分野が、うん、あの社会には世の中には人類社会には知る大事なんだと、うん、そういうのが土木なんだなというふうに、私の親戚の人がそういう仕事をしてる人がいましてね、そういう人の影響がおそらくあったんだと今考えると思います。それでまあ高校に入るになって、そういう工業高校はちょうど私が卒業して高校に入るような時期に、はい、その高校が新しくできてまして、はい、石巻にできてまして、はい、それが土木があるっていうのは、はい、じゃあここしかないってことでそこに入ったわけですが、はい、入った時にはまあ私2回生ですけど高校のです、ね、はい、3年生はいなかったんですが、そこの中で、うん、卒業して公務員になろうとかですね、はい、そういうことなども考えてたんですが、高校を卒業するときに、うん、実は仙台に土木ができる大学が、うん、あるようだと、はい、それどこだって言ったら、いや土木工業大学っていう、うん、今までその電気通信その2つしかなかったんだけど、はい、で建築もあったんだけど土木ができる、はい、じゃあこんなお前は大学行くんだろう、そこはいいんじゃないかというふうに高校の先生に勧められまして、はい、ですから私は土木としては一期生として、はい、あのこの工業大学にお世話になったということになります。それからが、はい、うん、まあ、大学時代っていうのはそうですね、そういうその家庭の事情などもうちの親父の事情などもありましたので、まあ、寮にお世話になり、仙台というところに初めて、はあ、あの来たわけですけどもね、はい、仙台七夕も聞いたことも見たこともありませんでしたが、まあ、仙台まで初めて出てきて、はい、昭和42年でしたけども、はい、非常にまあ親父からはいい時間をもらったなという感じで生活をいたしました。先生そもそもお生まれは、はい、石巻、ね、石巻です。はい、合併しましたので、はい、名前はもうなくなりましたけど河北町というですね、はい、山形県に同じ字を書いた河北町というのはまだあります、はい、中国にも河北省というのがありますが、はい、あの川の北と書く、はい、北上川のほとりにある小さな町ですね、はい、1万人ちょっとぐらいの人口だったと思いますけども、昔は飯野川町、はい、大川村、二俣村、大谷町村、うん、合併して河北町になったと聞いてますけども、そういう小さな町でした。そうするとそもそもやっぱりその川、はい、水という川にはそうですね、意味がある私はあまりその意識したことはなかったんですが、今考えてみると確かに土木っていうのは水から入ったわけじゃないですけども、やはり僕はあの算数とかそういうのも好きでして、いろいろこう計算したりするのが好きだったので、水そのものがそういうものにつながるっていうのは全く意識したことはなかったですが、ただ何かものを作るという、先ほどもしましたように作るというようなことですので、例えば橋にしても道路にしても、あのそういう作るというようなことの、まあ何て言うんでしょうね、こう作ってみたいなというこうイメージが土木につながってきたんだと思いますが、そういう観点から言うとどうして水なんだと言われるとですね、全然つながらないんじゃないかなと。ただそれをが水になったというのを考えますと、その先ほどの私の生い立ちのところに関係するんですけども、川のそばにいたからという話ではなくて、はい、大学4年になって卒業論文をなんかやろうという時に、はい、非常にこう元気のいい、その非常に活発な先生が私を導いてくださいまして、まあ、うちの今大学の名誉教授なんですけども、はい、お名前申し上げてももちろんいいのかもしれませんが、その方にのところで卒業論文をお世話になりました。でそれまでは大学の4年の前まではあのどういう仕事に就くか、もう高校の時から公務員になろうなんていうふうに思ってましたから、はい、土木の道に行くのは間違いないんだけど、いろんなことがあるわけですね、土木でもあの範囲っていうのは、その現場にいてそのものを作る施工管理をする人、設計をするコンサルタントにいる人、そして公務員になる、いろんなことがあったわけですけども、学生時代にいろんな仕事を
経験しましたね。実はアルバイトっていう、今の人たちはアルバイトはそのお金を得るためにアルバイトをするっていう人が多かったようですけど、私はそれもちょっとありましたけどもね高校からその土木をやってましたから、いろんなこのことを測量にしてもいろんな計算にしてもそれなりにできてましたので、はい、そこを生かしながら何かアルバイトしようと、はい、測量などもう得意中の得意でしたので測量のコンサルタントに行ったことありますし、はいはい、いうようなことでやってたんですけども、いろんなことについて何かそのこれが本当に自分の将来の仕事になるのかなと思った時に、はい、先ほどものづくりとかいろんなものが好きだなとは言いながらですね、本当にこれを一生やるのか、特に測量などというのを夏の暑い盛りに夏休み中1ヶ月ぐらい測量したことがありますので、これは若いうちへ行きでも年取ったら大変だなと思ったりしながらですね、そういうことなども経験しました。だからブロック積みなどというのもですね、おじさんたちと一緒に積んだこともありました。玉校舎が来ると一輪車に玉校舎をそのコンクリートをほらこの遊んでるとこの固まってしまうぞとか言われながらですね、運びながらそういうそのものを作ったりしたこともありました。だからこういうその時にやっぱり50代か60代ぐらいだったんでしょうかね、そのくらいのお年の方が一緒にこう仕事してたわけですけど、これはなかなか仕事は辛いもんだなとで、これを実際にはもう大学出たらこういう仕事はつかないのかもしれないけども、ただそういう仕事をしている人だと一緒に仕事をすることになるだろうから、この経験は絶対役に立つなと。だからこれだけ辛いんだから、そういうことが分かってる人が監督さんだったらいいなと思うように、そう感じましたね。だからそういうようなこともあって、でもそれをずっと施工管理もそうだなって言ってる時にその公務員として1ヶ月私札幌市役所に行ったこともあるんですけども、そこで先ほども出たような下水処理場の検査現場だったんですね。今でもそれは覚えてますけど、豊平川の河口にある川沿いのところにある豊平川下水処理場というところの検査現場だったんですね。大学3年ぐらいの時だったと思いますが、そこが札幌市役所のその監督員の詰め所っていうところがあったので、はい、そこに1ヶ月ずっと寝泊まりして、はい、そこで食事どうしたらいいですか、そこでハンバーガーあるからそこで飯食べるとでそれは実は私の大学の卒論の先生じゃない帽子というの別の先生にお世話をされて、はい、その方の大学の同級生の方がその札幌市役所の係長さんかなんかやっておられて、はい、こういうコンロっていうのがいるんだけど、そうお前のところで1ヶ月面倒見てくれるかっていうふうにおっしゃってくださったんだと記憶してますが、1ヶ月か兼業実習ですね、はあ、はい、お金はいらないんだけども、まあ、少しぐらいもらってもいいと、食事は、はい、食事は半分で見せてみればいいとこういうようなことで、はい、あとはいいでしょう、ただ気をつけて体だけ壊されるようにってこう言ってやられて行ってきたんですが、はい、1ヶ月どうでしたですか、それ。それもですね、はい、公務員だな、僕公務員持ってましたから、はい、公務員だなと。毎日公務員 その役所の方はその販売に来て、朝来て夕方帰っていくわけです。私だけその販売に泊まってたわけですが、まあつまらないことはなかったんですが、なぜかというと販売のところにたくさん全国から集まって帰った方が、いろいろなお話を、兄ちゃんどこから来たんだよ、いやいや宮城県っていうところなんだけど、どこにあるんだよ、仙台ってとこやっていう感じでこうしてたんですが、そういう意味では楽しかったんですね。私はアポロの月面着陸もそこで見ましたから、朝販売にテレビがあったので、その朝早いけどもちょっとよかったら出てこいなってみんなでこう見たのを記憶してますので、はいはい、そういうところでやってたんですが、仕事自身はですねあんまり面白くなかったんですね。で面白い記憶に残ってるのは、これあるところでも話したことありますけど、そのコンクリートを打つのに、はい、鉄筋がちゃんと入ってるかとか確認する作業があるんですね、はいはい、それは監督さんたちがこうみんなやるわけですから、はい、あ河野君ちょっと背筋の検査してみろって言われて、はいはい、背筋っていうのは鉄筋をこうどう配ってるか、はい、何個入れてるか、はい、入れてるかをチェックしろってわけですね。それ20センチ間隔で何本入るか、はい、太いのが取るくらいで、長さが来るくらいで、そういうのがザーッと入ってるわけです、はい、それを図面を見ながら一本一本やってたわけですね、はい、20センチだとこれ 19.5 これ 20.3 とかでみんな一本一本やってるんですそしたらそれを見ていたその販売の、はい、やっぱり
半馬の通りよって言われるんですけど、はいはいはい、監督さんが、はい、やっぱ年配の方ですね、はい、ああ何やってんの、そんなのやったら1時間かかって終わるぞってそうやんでねえなって言ってこうやってテープが来てダーッとやるんですよ。じゃあ2メーターこうやったらそこに本数数えろと、で10本あったらお前1本20センチで分かるだろうと、19センチだろうか20センチだろうかあまり関係ねえだろう、はい、そういうふうなことを教わりましてね、はい、現場これは現場ってのはこういうもんだないろいろありましたが、はい、そういうようなことで面白みはあったんですけど、これもやっぱり僕が一生やる仕事なのかなと思ったりしました、そういうこうしてるうちに、まあ、それ大学3年ですが、はい、4年になってから先ほど申しました卒論の研究室が入って、はい、実験をやったんですね。それはあの水の実験です、はい、その私の恩師の先生は水理学ですから水の理論と書く学問なんですけど、はい、水がこう流れてる川の水なんかもそうです、はい、海の水も海の波があります、はい、そういうのもあります、はい、それも全部数学で表すわけですけども、はい、私が卒論でやったのはそこに置いてありますけども、水の流における流円部に関する研究って言うんですよ。もう一回言ってください水道流における流ウェーブに関する研究って言うんですよ、はい、で水道流っていうのは密度が違う密度が違う、はい、あの流体が2つ以上あるときにその流れを密道流というわけで、空気の流れもその気温が高いのと低いのであれば、はい、低い方は重いですし高い方は軽いですから、はい、密度違いますね、はいはい、こういうのも密道流というわけです。それから水の中でも水温が高い方と低い方で水温は低い方が重いですからこう密度流になって流れるわけです、うんうん、で私が卒論でやったのは単塩二層密度流って言って、単塩っていうのは淡水と塩っていうのは塩水です。塩水ですね、はい、だからあの川の水と塩水あの海の水がこう二層になって流れる、そういうところに河口近くではあの海の水と川の水が混じってしまいますので、はい、海の水になると水は使いませんね、はい、だから海の水と川の水が混ざらないように河口にそういうものを河口にダムを作るっていう発想があったんですよ。河口石っていう、そうするとどうするかというと海の塩水が上がらないように水面からは見えないんだけども海の水のと海水のところにこうダムを使う。なるほど。そして上の水だけ淡水で流れる。そうすると海水は来ませんから、ここの水の溜まった水だけ淡水だけ利用できると、こういう方法があったんですね。こっちが下流、こっちが下流、こっち上流だとすればこちらの方には淡水海水はあるけどこちらには海水ないないと。だから河口にダムを作れば淡水湖があのできるので、その水を利用しようと、こういう発想があの頃あったんですよ。そうするとただしですね、堰を作るとここにこういうふうにあの水が流れますから、はいはい、ここのところに渦ができるんですね、はいはい、渦ができると渦によって淡水と海水が混じってしまってあの淡水が使えなくなってしまうという恐れがあったんですね。だからってリーウェーブっていうのはその影の波っていうんですけど、こういう堰があってですね、こういう堰があってここに海水があって淡水が行われてここにこう渦ができますから、はいはい、リーウェーブっていうのはこの影の渦、影の波、これがどう発生するか、そしてこの淡水と海水がどう混じるか、混じるか、その辺のところが解明しようという水取りにおける UAV に関する研究ってやつ。これを聞いてる人はラジオを聞いてる人は何だか分かんないご講義を受けてるようで何だか分かんなくなっちゃう。はい、いや分かりました、はいはい、確かにそういう河口石っていうのは、はい、あの香港とかですね、シンガポールとか、はいはい、香港シンガポールかな、ああいうところに実際にありましたね。やっぱりその淡水っていうのは非常に貴重ですから、はい、海の水と混じらないように淡水っていうので河口にそういう石が実際にありましたけども、私が行ったその大学の4年ぐらいの時には実際にはあちらこちにはそういう施設はなかったと思いますけども、そういう研究でした、はいはい、それでですね話を元に戻しますが、はい、そこで自分がやる仕事はもしかしたらこれかもしれないと思って面白かったんですよ、あの実験が。あ、はいはい、それでその測量もダメ、はい、いろいろ数学好きだったけども設計もダメ、はい、小思いも良さそうだけども、うん、あんまり面白いとか言いながらですねあの実験をやってたら相当大変だったんですが、はい、面白かったんですね。あ、それでいや先生別にそれを仕事にしたいって言ったわけじゃないんだけども、はい、一生懸命やってたもんですから、はい、その
私の先生が安倍先生っておっしゃるんですけども、その方にそうかお前こんなに面白いなと思ってやってみるかというふうなことで、うちの大学で助手に残って仕事するかというふうなことを進めていただいて、それがそもそもいわゆる水とのから水と の, あの一番のつながり、あの海水関わりはそこです。海水になると実は、はい、あの水利用からするとあまり良くないんですけどもただ水とのつながりから言ったらそれになると思いますし、はい、今の仕事にもですね、あの公務員を目指して高校に行った時からいろいろこう、どういう仕事が自分に向いてるのかな、ものづくりだろうなだろうなとやってるうちにですね、そういうところにもしかしたらこれこういうのが向いてるのかもしれないと、だいたい面白くなりましたからね、はいはい、それだったらまあそういうことでいいんじゃないかと、じゃあ分かりました先生ありがとうございますということで、私は自分でこれをやりたいやりたいっていうんじゃなくて、高校からあの大学来る時をどうだろうこの大学仙台こういう大学的なところに行ってみないかって言ってくれた、あの高校の時代吉田先生って言うんですけど、その方にお世話になったし、大学に来た時にまあいろんなその勉強を先生方に教えていただきましたが、その卒論の時の阿部先生にそういう面白さを教えていただいて、これはそこでなんか自分のこう方向性みたいなのが決まってなるほど、それで、まあ水というのがですね、はい、そこにあのつながってきたところがありますね。 ありがとうございます、はい、まあ、先生のお話を聞いてると大変そのなんていうんですか、楽しくなるしお人がよくわかるんですが、まあ、これからですね、これは前編といたしましてですね後編部として、タイに行かれたお話を後編でお聞きしたいんですが、よろしくお願いいたします、それでは今日はこれで次の後編部ということで、タイのお話をお伺いしたいと思います、今日インタビューしたのは六代目鈴宮亮介、でした。